こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。でーってことで鳥獣神祭が来てるらしい、というか来てるぜ。なので今回も100連を、例によってしていこうかなと思うんですけれども、今画面に出てる、ゴッドストライク、ルシファー、そしてガブリエルか、この3人がまあ一応狙い目かなと私は思うんですよ。汎用性から見てね。もちろんルシファーが一番汎用性は高いんだけども、最近急上昇中のガブリエルさん、こちらもね、今2体持ってるんですが、片方が神化になっておりますので、もう一つ進化が欲しいなというところと企みを持って今日はガチャをしていきたいと思います。ゴッドストライクもね、当たってもよし、あと1体でゴッドストライク艦隊も作ることができたはず、確かね。なので早速引いてみたいと思うんですが、その前にね、チェック、私のボックスのなんだラックガチャゲーのね、一番近いのが多分ね90じゃない、70、あ、いたこちらですね、ハーレー X78、モンタラが76なんですよ。でその次が、もうだいぶガクンと下がっちゃって、これか、信長 X が60って形になってるんですよね。マーメイドロレダイも60か。なのでここの4体も副産物として当たったら嬉しいなと正直考えております。ので今回狙うのは、信長 X、 マーメイドロレダイ、ガブリエル、ストライク、この4人を狙っていきたいと思います。よいしょ。そうだね、重心化される、なんだっけあれだ、ごめんちょっと声戻すよ。重心化されてこの子、ハーメルンかされるんですかね、重心化っていう情報がツイッターで流れてきてます。のでこの子も49なんで、できれば底上げしておきたいかなと思っております。じゃあ早速ガチャ引いていきたいと思います。10連いきます。まず1回シングルしてみようか、してみましょう。シングルでまず1回目、いきます。超重心祭だから卵は全部金なんだよね。 OK、 すごいやばいねこれは。さあ何が出るか、あーレビアタンですね。まあまあ普通ですよね、普通の結果。はい、テストはこれで終了。じゃあこっから10連ガチャいきます。1回目、ガチャル、いいの来いよ。ストライクショットって言ってもいいんだよ、全然構わない、いくぜ。1回目、ん、お醤油の匂いするな。いけいけ、よし、狙いではないけども、まずは劉備、これ1体目の星5でございますね。じゃあ次の、20連目いってみたいと思います。ちょっと音量調整、20連目いきたいと思います。他はね、まあ、爆死ですから。ただ星5とか、あ、星5だね、ラック5だから亀とかにも交換できるし、ラック上げれば90とかにすれば、あ、70か、奥検知も出ないし、なかなか悪くない。じゃあ20連目いきたいと思います。いきます、引っ張れ、ストライクショット、言わないよね。そうそう、すごいちっちゃくしてるからね、こうやって言わないと聞こえないんだよね。某議員ではないよ。さあ来い。でも爆死も普通にあるからね、超重心祭。おお、小次郎1人しか持ってなかったから、2匹目、あ、2匹、まあ、2人目、嬉しい、いいぞ。じゃあ今度はこっちはね、神化にしようかな、進化しか持ってなかったからね。どっちだっけ、忘れちゃった、イザナミゼロに使えるのどっちだっけ。じゃあ30連目いきたいと思います。頼むぞ、ガチャル、参りましょう。普通の引っ張りだな、言わないな、限定キャラ出ないかな。ガブリエル、最近出てないんですよ限定キャラが。超破壊、坂本龍馬、おお茨城、すげえいいじゃん。超破壊、坂本龍馬、茨城童子、いいぞ。2人当たりキャラだね。まあよかろう。で次いきます。すげえ出てない、星5、今回星5率高いんじゃないこれ。引っ張るよ、いけーか、聞こえませんね、静かな超重心祭だぜ、来いよ、
でーおー、いきなりポルトス。おー、上杉謙信。ユニコーン。甘酸っぱいですな。ポルトスもゲットしました。この間ね、情報修正されて、神化が、回復 M とアンチワープになったのか。回復 M ってかなりいいよね。折り紙で使えるよ。上杉謙信。ね、この子はいろんなところで使いますからね。で次行きましょう。はい、行きます。これで、50連目かな。よしよしよし、今当たるよ。普通の引っ張れか。なかなか。確定にはならないな。いいわね。これシングルでもストライクショットとか言うのかな。俺シングルほとんど引いたことねえからさ、わかんねえんだ。うん、ユグドラシルだけだけど、まあまあまあ、爆死してないね。今回一回も爆死してない。ちょっと記憶がもう定かじゃない。すでに記憶力がなくなろうとしてるけど。さあ、じゃあ次行ってみましょうか。いや、今んとこ星5率はもう 10% ぐらいいってんじゃない、実際。最高60連目だ。参りましょう。ストライクショット。言わない、言ってほしいよ、そろそろ。一回も爆死がない超重心祭も皆さんにお見せしたい。おお、エクリプス。エクリプスかー。でも重心化来そうだよね、正直。エクリプスいいぞー。あとはうん、爆死ですね。怖え、70年目いこうかね。うん、いくぜ、引っ張れ、ストライクショット。言わないな、なかなか静かな超重心祭だぜ。さあ、爆死は今回一回もないか。一回もないのか。おお、ベルゼブブだー。よし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 、ベルゼブブ来ました。うん、悪くはない。あとは爆死ですね。特にこいつは古い、そしてこいつも古い。はい、行きましょう。やべえ、あと3回80連目行きます。限定キャラ出ねえな。うん、限定キャラはなかなか出てきてくれないな。やっぱり限定は限定感が出てるね、どうしても。パリン、パリン。今んとこ爆死ないんだよ。かー、ついに来ました。ついに爆死しちゃったよ。まあしょうがないか、一回ぐらいはね、許さら、許す、許すまじ。うん、許せない、爆死は許せない。じゃあ90連目いきます。そろそろ確定出てもいいんだけどね。うん、出てくれてもいいんだよ。よいしょ、なかなか出ないね。いけいけいけ、頼む。限定キャラ出て、ガブリエルでもいいよ。むしろガブリエル出て。え、やべえ、2連続で爆死、マジかよ。嘘でしょ、さっきまで調子よかったよ。またレイメイ出てきたね。やってくれるじゃねえか。じゃあもうラストいきますよ、次。みんなどうだい、当たってる。でも今回の星5率はいいと思ったんだけどね、入り口では。いきます、確定。こねえ、いきます、ストライクショット。静かだぜ。さあ、お願いします、お願いします。これで決めてください、ガブリエル。嘘やん、なんで最後爆死する、30連続で。いやー、よいしょ、もうしょうがないな、これで決めちゃうよ。いや、もうここで見せよう、男ならね、ここで見せちゃえ。あー、かわいいね、グレムリンちゃん。はい、というわけで今回は、こんな感じでございました。最後にサラサラサラっと見て終わりにしましょう。取得順にしてね、取得順、ドドンピョン。はい、こんな感じでした。星5は下から見ていこうか。1、2、
10体なんで、ちょうど、保守護率 10% を超えましたんでね。皆さんどうでしたでしょうか。ギコさん、こんな結果でございました。ということで、ギコさんでした。バイバイ。